光の量が、そのいわゆるフォトンのエネルギーなんですね。光の量という、あの光っていうのはフォトンのエネルギー、フォトン、この地球を今取り巻いているフォトンエネルギーです。でこのフォトンエネルギーがもっと地球に強く流れ込むことになります、2021年の冬至に向けて。っていうことは、光がこの地球を覆うってことは、闇が、影が炙り出されるわけです。うん、だから個人レベルでも苦しくなってみたり、どうしても影がうって上がってくると、で僕たちはそれが上がってきたものを手放すっていうんではなく、使うっていう形で眠ってきたわけですから、眠りっていうのはその出てきた周波数を使うことなんですね。なのでこれを使ってしまう人はますます苦しくなるんです。でも統合している人は、それはもう目覚めていく意識にとっては使うんではなくて手放すんだって知っているので、もう簡単に出てきたものを、そう、ダイヤモンドにして手放していくわけです。なるほど、その事例は大きいですね。もう大きいなんてもんじゃないです。飲まれていくのか、手放してさらにシフトして調和へ出ていくのか、イマジネーションの力でガンを消すことができるわけですよ。例えば子供に、例えば、ね、小児がんなんかにかかっている子供たちもいますけど、でもその子供に例えば、よく白血球とかね、言い方があるけど、白血球っていうのは、病気をこう殺す、はい、力があるとかってよくそういう働きをするとかって言うじゃないですか、だけどその、正確にはそのなんとか細胞って言うんでしょうけど、だけどそういったその体の中で病気 に対抗する力、それを、宇宙戦争の軍隊だと思ってごらんって、お医者さんが指導したって話があるんですね、でその君の中に存在している病気はその敵だよって、でもその軍団がものすごいたくさんいっぱいいて、その敵をやっつけるのをイメージしてごらんって言って、本当にがん細胞が減っていくっていう現象が出たりするんですね。だから本当にそんな風に僕たちのイマジネーションというのはものすごい大きな可能性を秘めていて、だから多くの人たちが一度にその地球がじゃあポジティブにシフトしていくっていう方向に、さっきも 51% の人たちがって言ったけど、その方向に意識を向けることができたら、もうあっという間に変化が地球を追ってったっていいわけですよ。それくらいに僕たちはだって創造主なんだから、パワフルなので、そのパワフルな僕たちがその意識をそちらに向けた、だからそうさせたくない連中は僕たちの意識を巧みに操るんです。だから自分軸に立つっていうのが大事なんです。外に意識を向けていると、その操作に容易にずらされます、揺らされます。こんな映像が映ったって言ったら、外にフォーカスしてば、えってなります。でも自分に意識を向けていれば、それをただ観察する意識、そしてもし何かが出てきたらこれを外すものっていうところに立っているので、それには揺れないんですよね。その現象に意識が引っ張られていくっていうのは外向きだということです。本当にこう精神状態を不安、さっきも言ったように不安定にさせるような周波数を放送してみたり、それはテレビの電波を通してもやってくるそうです。多くの人たちが使う媒体に乗せるっていうのが一番やっぱり簡単なんですって。だから映像を通してとかね、そういうものがやっぱりはびこっているというふうに上は言ってきます。支配したい連中というのは、自分たち以上に知ってしまわれ、その支配しようとしている側が支配される側、要するに支配されている側が自分たち以上に知ってしまったり、波動を上げてしまってはいけないんですよ、わかりやすく言えば、なのでそうさせないために巧みに意識を操って、ある一定のレベル以上に周波数が上がらないようにする、ある一定レベル以上の知識を与えないようにする、情報を与えないようにするっていうことをやるんです。情報操作をする、その宗教を作り出した者たちと言ったらいいのかな、それの宗教に祭り上げられている存在たち、というのが、要するにその宗教を指導している、人類ですよね、肉体を持った存在を操ってるわけです、簡単に言う